Hello, this is Hiroshaya Shihama Maseri Japan.Leonardo da Vinci's Terrestrial Grove. ダヴィンチの地球儀。最近、こんな地球儀が発見されました。Leonardo da Vinci の地球儀ではないかと私は考えています。地球儀。これがその地球儀です。中央下にあるのが北アメリカ大陸です。 右がインド、左がアフリカです。それを伝えるウェブサイトがこのサイトです。この下の方を訳してみます。この地球儀は1504年頃作られたということがわかりました。ダヴィンチのワークショップの影響を受けていると、そういうことなんですね。 で、これが半島リノックスの地球儀のモデルになった可能性があると。これが半島リノックスの地球儀です。これは世界で2番目か3番目に古い地球儀と言われています。これは1510年に、まあ、銅板の上に作られたとあります。書かれたとあります。 で、同じ地球をで地球儀をラファエロ・サンティが書き込んでいます。これがラファエロ・サンティです。ラファエロ・サンティは1488年から1520年、その亡くなる10年前にアテネの学童を書いています。これがアテネの学童です。 ここに地球儀が描かれています。拡大してみます。右がダヴィンチの作ったと考えられる地球儀です。酷似しています。右にインドがあり、 左にアフリカがあります。角度が違いますが、同じように描かれていることがわかります。ダヴィンチは、この地球儀を1504年頃作ったと私は考えています。で、それを真似て、1510年にラファエルが絵を描いた。そして、1510年に、えー、下の地球儀の絵が、地図が描かれた。と私は考えています。 ダヴィンチはこんなこともしてたかもしれないという話です。続いて、えー、ラファエルの謎、そしてダヴィンチの謎についての、えー、ビデオをご覧ください。Thank you very much。Hello, this is Hiroshihaya Shihama Masary Japan.Today's story is about, again, Rafael a s a n t i in suspicion. 疑惑のラファエル、えーまあの作品の中で特に有名なのがアテネの学童と呼ばれている、まあ、絵画ですね。バチカンの署名の間に所蔵されているそうです。えー、プラトン、アリストテレス、ソクラテス、ピタゴラスなど古代ギリシャの偉人哲学者を一面に集約しなどというふうに、まあ、あのウィキペディアの方には書いてあります。えー、ところがこのラファエルの 非常に怪しいというか、この男は信用できませんね。あの、今のがラファエルの代表作の賛美神です。ところがそれと同じものがですね、それをラファエルが生まれる1500年以上も前に既にギリシャにあったわけです。これがラファエルの、えー、賛美神です。代表作ですね。で、今あの、ギリシャ兆候をこのように重ねてみます。ちょっと合わせ方があの雑でした。ごめんなさい。で、比較してみるとわかりますね。 で左がギリシャ彫刻、右がラファエロの賛美心です、で一人ずつをあの精査していますと、首が不正解描いているだけなんですね、だからむしろラファエロの絵の方のね、首の方がやや不自然ですよね、いあの小さくて、それからつき方が、首が短かったりしましてね、ですからあの明らかに盗作、もしくはあ盗作ですね、これは、あの首を見てくださいあの、ラファエロの絵を、なんかつき方が不自然だということを皆さんお気づきになると思います、バランスが崩れてますね。 まあそれは別途しまして、もう一度アテネの学童を見てみましょう、えー。というようなことを頭に入れて、ね、このラファエルの代表作を見ていただきたいんですけども、まあ、疑ってかかって当然ですね。で、このアテネの学童はどう,うどういうところかというと、先ほど言いましたように、バチカンに飾ってあるということですね。所蔵されているということですね。はい、えー。人類の英知を壮大に表現した作品として知られている。私は信じませんね。まずこの絵を見てください。この見えないところ、子供が死んでるんですよ。 まあ,いたのよあの、寝てるというあれ寝てるんでしょうけどもあの、倒れてますね、床に。誰も起こそうとして、まあ、起こさないのもいいんでしょうけども、ここにを見てください。もうふさわしからぬ、まあ、なんて言いますか、苦しみで絶叫してる人の顔がここに描かれてるわけですね。それだけじゃありませんよ。今度はここを見てください。で、まあ、なんて言いますかね、あのこういうのを飾るというのが、まあ、その、 流儀なのかどうかは知りませんけども、はっきり言って、これなんかもね、あの羊の絵を、羊を模しているんでしょうけどもあの、ミケランジュロも同じように描いてますけども、それからここの図絵を見ると、これはですね、ちょうど男を捕まえて首を切ろうとしているところなんですよ。右の方をね、よく見てください。男の髪の毛をつかんで、そして首を切ろうとしている、えー。これじゃ自分の手を切っちゃうのかな。あのまあ、ちょっとその辺が収まってですけども。 えー、男を掴んで、そしてこれ、ナイフを振り下ろそうとしているところなんですよ。ある意味、左の方を見ますと、今度は奥の方を見てくださいね。手前の方はみんな女の人が怯えてますね。で、奥の方で兵隊たちがナイフを今あの、振り上げて、そして人を刺そうとしているところですね、まさに。殺人現場です。というような絵が飾ってあるんですよね。じゃあ次に、えー、今度はそこの横の絵ですね。 あの今度はですね、えー、この丸いものこれ何かということなんですけどもよく見るとこう模様が入ってるんですねで私はまあこれ地球儀だというふうに思いました、えー、ですからみんなが地球儀を論じているわけですねでこの人もじゃあ地球儀に足をかけて、えー、って何だろうって考えてるわけです、えー、これもかすかですどもやはりなんとなくこう地,球地球儀らしい模様が入ってる感じですねが実はこの絵の中にそれがあるんですねここを見てください ここに地球儀を持っている天目か天球儀、あの宇宙のね、あの天球儀を持っている人がいますね。それが地球儀。これはまさに地球儀ですよね。地球儀です。で、これを比べてみますと、これ確かに地中海の,あの,あの宇宙から見た絵とほとんどというか、一致するんですよね。 中央部にあるのが、中央部やや上なのがトルコということになるわけですよ。で、地中海があってっていうような感じであるわけです。そこで不思議なことが起きるんですね。ラファエルは1520年に亡く死んでるんですよね。そしてこの絵を描いたのは1510年なんです。いいですか ?1510 年なんです。そこで、えーニコル、コペルニクスがね、天体の回転を発表したのは1543年なんですね。それから33年後なんですよね。 で地蔵説はなかったかというと、あることはあったんですよね、紀元前280年にはもうすでに地蔵説というのは、アリストル・コスによって幅の、まあ、論じられていたと、そして地球球体説についても、紀元前6世紀頃にはあったということ、それはわかりますよ、でここであの歴史のトリックが始まるわけです、じゃあそういう説があったから、ラファエルは知っていたはずだということになりますけれども、本当にそうでしょうか、皆さん、そんなあの説を全部勉強して、ラファエルは絵を描いたんでしょうか。 まあここにもう一つの一枚の絵がありますね。この絵もちょっと精査してみましょう。この上の絵なんですね。えー、この上の絵。これはまさに暴力の絵ですね。ナイフを下ろ,ろしてる、そしてここにいるのは人が隠れてますけども、やっぱり恐れでこう、なんていうかフィア、フィアですね。恐れている顔ですね。 優しく平和な顔じゃないですよ。そしてこの男を見てください、右の男。レプタリアンなんです。背中にね、あの蜂より独特のもう筋が入ってる。この筋はもうあちこち見られますね。ミケランジョロの作品あの、ラファエルの作品、みんなこれ書いてるんです。そしてその,その下を今度見ますと、今度はこのレプタリアン、体が半身蛇の男が、多分人間の女性を捕まえるところですよね。暴力です。こうした絵が随所に隠されてるんですよね。 これが本当に、えー、なんて言いますか、アテネの学童といえるような場所なんでしょうか、あるいはそういうのは、まあ、西洋人とは私たち東洋人との発想が違うということで言えば言えれば、この絵も、ね、よく見ると不気味なんですよ、左の絵がね、子供があが槍を持ってるんですよ、いいですか、これが実の絵に来ると、槍が、ね、下へ下がってるんです。ということは、下の男性が頭から、やあのなんて言いますか、槍を、ね、突き刺されてるということになるわけですよね、位置が下がってますでしょ。 っていう方は、まあ、これも殺人の絵なんですよね何といってもこの黒い部分がまあ謎なんです。こんなところに黒い部分があること自体がおかしいわけです。そう思いません一番重要な部分でしょそこを真っ黒に塗りつぶしている。これはおそらく後で、ね、何かあの、まあ、バチカンにとって、ね、まずいものが書いてあったものだから、あまりにも目立つということで消したんじゃないかと私は考えています。そういう例は非常に多いですからね。あちこちでバチカンを命令して絵を消させるというケースは多いです。 ですから、ここには何かが書いてあったはずですけども、それが今は消されているということですよね。まあ、続くビデオの中であのラファエロの謎、それから繰り返しになりますけど、それと、えー、三居症の謎について考えています。Thank you very much for watching and see you next time. Bye.